かっくんテレビ AKB48、本田瞳です。アプリ、アイドルチャンプの投票機能と連動した、K、K-POP のオリジナルチャートをお届けする番組。それが、アイドルチャンププレゼンツ、ポップコーントップ10フライデー。ということで、今週の1位は、J-Hope さんの、On the Street with j c a l でした。 そして、ジャストビーさんからはコメントもいただきましたね。嬉しかったです。さてさて、今回で3回目になりましたが、だいぶ私も番組に慣れてきたのではと思うのですが、いかがでしょうか、皆さん <laughs>。ね、結構、ファンの方も金曜日の6時になると、すごくツイッターでね、ポップコーンについてつぶやいてくださって、ひーちゃんのおかげで、 こ毎週金曜日が楽しみになったよとか1週間頑張った疲れが吹っ飛ぶよっていうコメントもいただいてすごく嬉しいです。あとはですね、こう韓国の方からもたくさんこう反響をいただいて私がいつもランキングを読み上げる1位とか2位とかっていうのを韓国語で言ってるんですね。でそれについて発音がすごく可愛いっていうコメントも書き込んでくださっててすごく嬉しかったです。 で毎週ちょこちょこあの番組のラストとかにも韓国語言ったりしてるのでね皆さんも一緒に韓国語も勉強していけたらいいのかななんて思ってますこの番組が日本の K-POP のファンの方だけでなく世界にもね広まっていけばいいなと思っていますそして今回は私がセンターを務める AKB48 のニューシングル どうしても君が好きだもオンエアしましたがいかがだったでしょうかね k p o p の番組だから j p o p 流すのどうかなって思いつつもちょっと聞いていただきました <laughs>、はい、こちらの楽曲改めてちょっとお話ししますと青春の1ページを切り取ったようなこう切なくてちょっと甘酸っぱいそんな恋愛ソングになっています。 ね、結構ダンスもイン結びダンスっていうのがあって、キャッチーな振り付けもあるので、皆さんぜひテレビの前とかで真似してもらえたら嬉しいなと思います。そこでですね、先ほど本編の方でも少し話したんですけど、K-POP アーティストのステイシーの皆さんと TikTok でコラボさせていただいたんです。 いや私すごく個人的になんですけどステイシーさんのコンセプトとか曲が本当に大好きだったので実際にねステイシーの皆さんとお会いできてめちゃくちゃテンション上がりました <laughs> で実はサイン入りの CD もいただいたんです「ひとみさん」って日本語で書いてあってもうなんか「ひらがなのひとみさん」っていう文字がすごく可愛かったそしてもう 実物ののステイシーの皆さんめちゃくちゃゃく可愛かった、ね、あそうそれと韓国語でもお話ししたんですけどあのその時にステイシーの皆さんがあの日本で活動してる姿もこう新しくて新鮮ですねって可愛いですねって言ってくださってめっちゃ嬉しかった <laughs> またいつか共演とかコラボできたらいいなーなんて思ってます。 あのその時は私たちの新曲まだ出来上がってなかったのでお渡しできなかったんですけどまた日を改めてね私たちのシングルもプレゼントできたらいいなと思ってますそれではここで皆さんからいただいたメッセージも紹介しましょうはいえー、っと大阪府にお住まいのラジオネームかぼさんからです 金曜日仕事が終わったらひーちゃんのラジオだーってラジオを楽しみに一週間働いてます番組本編も楽しみにしているんですがアフタートークもめちゃくちゃ楽しみにしていますあらありがとうございます先週のアフタートークの目が合った話とっても羨ましかったです私も今月末のコンサートでひーちゃんと目が合いますように というメッセージいただきました。ありがとうございます。ね、コンサートも近づいてきて、今日もリハに行ってから挑んでるんですけど、もう本当にね、コンサート楽しみです。もう一人一人と目を合わせられるように、私もカボさんを見つけられるように頑張りますので、もう全力でアピールしてください。いやー、今回から声出しがまた復活するので、もう皆さん、恥ずかしがらずに コールバンバンしちゃってください。よろしくお願いします。カボさんには番組のステッカープレゼントしちゃいます。ありがとうございます。それでは東京 FM で毎週金曜日の午後6時から放送中のアイドルチャンププレゼンツポップコーントップ10フライデー。次回4月28日の放送もお楽しみに。以上 AKB48 本田瞳でした。 お腹の音鳴った。聞きましたかかっくんテレビ。